牛家島大橋建設中の牛家島大橋建設中の牛家島大橋牛家島大橋とは新潟県長岡市川口牛家島西川口の品野川に架かる農面道路牛家島線の橋町321メートルの桁橋長岡市川口地域の川口牛家島西川口間の品野川に架かる橋町321.01メートルの橋である 呂野川合流点から約1キロメートル下流にある。能面道路牛毛島線は、総延長1 5 8 5ルであり、西倉橋の西めから岩平、相馬機を経由して牛毛島に至る農道であり、品野川と下部に牛毛島大橋がある。後期は品野川が低水位である10月から3月に、限られていた。元橋の下流側には、山本山大橋が、信濃川の上流側には、 西倉橋が、魚野川の上流側には、川口橋が架かる。橋脚は、壁式橋脚で、ニューマチック系算工法で建設された。橋台は逆 T 式橋台である。上部港は、手延べ送り出し工法で建設された。対抗成功を用いている。牛毛島集落は、品濃川の右岸にあるが、1789年の品濃川の洪水後、 それまで、氾濫源を蛇行していた川筋が1851年に牛、消島神殿ができて現在まで続いている。江戸時代から私が利用されており、2004年10月23日の新潟県中越地震以前には、私は観光にも利用されており、中越地震以後も住民の往来や農耕などに利用されてきた。株は年度から年度にかけて、 施行され、上武校は2007年度から2010年度にかけて施行された。牛消島大橋の完成によって対岸にわたって工作を行っている農家の利便性が向上した。ありがとうございます。